どうも、こばやんです。今回は、2期になってだいぶ難易度が爆上がりしたと言われている精鋭第16戦隊突入せよという 2-5 を絹海にプラス、指定された艦5隻で S 勝利を取るという任務の、開発装備縛りと軽く解説入れようかなと思ってますので、よろしくお願いします。で、この任務何が難所かっていうと、やってみて思ったのが、まず道中羅針盤2回勝たなきゃいけないことと、索敵装備がめちゃくちゃきつかったことですね。動画の中に指定艦説明入れるんですけれども、青葉海、北上海に、大井海に、熊海、浦波海、四季波海の中から5人、よくて従順、あとはみんな軽順駆逐になっちゃうということで、索敵が、盛るために装備が非常にカツカツというか、まともに野戦連撃させる艦もいなくなってしまって、相当戦力がガクッと落とした状態で行かなきゃいけないので、その辺が相当きついです。で、今回、装備の方を軽くこう文章で、紹介したいと思います。自分が行った場合の装備なんですけれども、こんな感じになってます。レベルにも寄ってきちゃうんですけれども、索敵地っていうのは、だいたいこのぐらいの装備を乗せることで、索敵足りてきます。こう見てもらえば分かる通り、演劇できる装備が4隻分、これでそれちゃう場合は、さらにそうですね、観測機関係を索敵高い装備に変更したりとか、電端、北上に積んで32号電端をさらに上の電端とか、回収したりとか、その辺で変更するしかないんですけれども、または大いに電端乗せるかになってくるかと思います。それぐらいしんどい任務となっておりますので、これで開発縛りでやってみたらどんな感じだったのかっていうのを見ていただければと思います。ということで、どうぞ。これは外す、ここを忘れずに外さないとまた悲しみを背負うことになるから、全員これ本当はね、ドラム缶積んでさ、ルート固定したいんだけどさ、ルート固定する余裕もない。魚雷発射抜けたが選べる権利がなかった。セーフ。斜めも確かにワンチャンありだけどさ、危ねえ、わら、あれ、一発クリアかな。なんだかの一発クリアかな、これは。いや、ワンチャン、いや、索敵わかんねえんだよな。でも多分足りると思うんだけどな。オッケー。こりゃマジかない。惜しいじゃないよ。いや、でも1回で終わるのもなんだろうな、ネタ的に面白くねえな。ネタを振っていくスタイル。陣形を保ちつつ臨機応変に。こっから S 勝利だからな。索敵がね、海の木図となりなさい。北上にね、32号電太2つ積んでたりとか、青葉に観測機2つ積みとか、あの、行ったそばから鞘すのやめてやめて。で、裏波にも33号電炭3つ積んでる。でもいい感じなんだよな、微妙にいい感じなんだよな。しかも空母いなかったし、これ下口ことすれば割とワンチャンあるのでは。いや、ないか。いや、待って、今野戦4人、下2隻を潰せなきゃ負け。違う。あ、これ雷撃で2隻、下2隻を。マジか。4対3か、戦艦落としたらいいのか。こっから奇跡を信じるのじゃ。あ、
姿にするなんてダメだな、これはダメだ。屈辱だクマ。ああ、まんべんなくやってくさいのいらないわ、マジで。このくらいじゃ、絹は沈まないよ。まあ、ああ、まあそうですよね、まあそうですよね、そうですよね。頑張ります。こっちは怖えな。大事なことが平気やろ。あ、え、こっちか。マジか、こっち来んのか。そう、それろ、こっちそれろ、こっちそれるのが一番素敵。一番素敵。あ、行っちゃった。あ、でもそれ、え、確定。進むしかないです。皆さん行くたとも言える。あー、大変、6戦か。いいですね。なんだこのクソ任務。広島旅行行って山と宮城ですね。新しいキヌ。お、どうでしたか。どうでしたか、陽光炉。ワク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 、結果ワクワク。陣形を保ちつつ臨機応変に行くよ。え？え？あれ空母レシピ回しました。あれ砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。なぜ大砲が出た。ほらほら、どっからでもかかっておいで。まさかの大砲が来た。海にもクソとなりなさいな。左舷に敵艦だクマ。40門の酸素魚雷は敵は出ちゃないからね。気づいてないよ。はじめ。まさかの戦艦レシピはなく空母レシピが回ってしまったっておっしゃったか。まさかの。まあ1隻目が出ると2隻目よく出るやつだからな、このゲームも。悲しみ、いや実を言うと鋼材と合金のバランス的複合レシピやってみたんですよ。笑やだ、困ってしまいます。へえ、あ、そのレシピやってたのか。それでか。それでまさかのそっち寄ってしまったのか。なんかね、複合レシピはやっぱね、どっちつかずになっちゃいそうだからね。狙うものがなければやっぱ戦艦レシピも良かったのかな、それだったら。ヒーダルーさん、マンジオー、マンジブルルルル。陣形を保ちつつ、臨機応変に行くよ。ここで私、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。どうやって集めてるの。敵はまだこちらに気づいてないよ。お兄さん、こっちは剣のなる。資源は40本の炭素魚雷は伊達じゃない。資源の集め方って難しいんだけどね。左舷に敵艦だクマ。仕方はじめ。これはそうだ。陣形を保ち、臨機応変に行くよ。使わないことやぞ。何もしなきゃたまる。とりあえずキラ付け遠征毎日10回絶対やるとか。てか前回小林さんのとこで初対砲出して以来の陽光炉だったから実質的に対砲2連続という。実質2連続はすげえ。すごいのそれは。あれ、北上さん、今の北上さんが見ててくれたの。まあ、使わないようにする平付け遠征を頑張るって感じかな。お、来た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 。3度目の正直かな、3度目の正直かな。これは斜め北上カットインやな。陣形を保ちつつ、ここは斜めで行くよ。行くよ。大砲と大砲界のレベル並んだわ。さすがにうちはね、大砲界の方が高いかな。まだ結局斜めにするんかい。大発魚雷発射クマ。ここは祈る。あ、そうだね、ダイハツはね、確かにダイハツあるだけあるなしでも変わってくるね、遠征はね。確かに。ほらほら、どっからでもかかっておいで。怖っこれ。ほらほら、頑張ります。からでもかかっておいで。よし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 。まだこちらに気づいてないよ。海のもくずとなりなさいな。せっ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 
ガチでびっくりした。私ですか？全員続きやったら、あとは遠征のためのキラ付けだけよ。今日 5-5 沼りすぎて 5-5 引退した。この後引退、また明日だな。明日また復帰するんやぞ。よし、斜めって生存率高いの？勝とうぜ。一応斜めはヒル戦の砲撃回避率が上がってるらしいけどね。うん、そう、回避率は高いらしいんだよね。だから単純時じゃねえ、倒しきれないしな、やつらな。これで終われるかな、終われるかな。ニノゴ楽しいぞ、ニノゴ。臨機応変に行くよ。まああれだよね、なんちゃって警戒人と思っとけ、思っとけばいいと思う。斜めは砲台激戦で聞くと、いいぞ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 。これ40門の炭素魚雷は、あそこ良くないんだよな。火力が、火力がちょこっと足りないのかしら。下を潰そう、下を潰そう。まだこちらに気づいてないよ。左ゲーに来た。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。あー多いはまずいな。魚雷発射弾がボロボロじゃない。海のもくずとなり、これ以上減らされるとやばい、これ以上減らされるとやばい。ほらほら、これ以上はまずい。こっちだ。あーレクソマス斜めはなんとも言うな。あーダメだな、これまずい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 、これはまずいまずいまずい。まあそこはしょうがない。オッケー、北上の雷撃で機関落とせば勝てる。勝ち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 よ。あーちょっと待って、あー頼むぜ、3対3頼むぜ。さーて追撃戦に行っちゃいますか。オリザー、オッケー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 、もう一発避けろ、もう一発避けろ。ナイス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 、上、まあ、よし来たー、クマ決めてったー。てか北上単発ナイス。これこうやって2の5、16センターやるんだぞっていう。きつ。お疲れ様でした。運ゲすぎるだろ、マジで。これが従来相関の実力ってやつよ。